はい、皆さんこんばんは。心霊スポットです。おう、本日の心霊スポットはこちら、撮影しづらいな。こちらですね、京成門ですね。京成門で合ってるんだよ、合ってるかな。でここは結構じゃないか、以前首吊りがあったところですね。それとあと、あっ、ね、書いてあるんですね。すごい雨ですね、雨降りまくりですね。でここの門はよく呪いのビデオとかそういう関連のビデオで使われてますね。とてもメジャーっちゃメジャーなんだよね。全然怖いとかそういう感じはしませんけども、老朽化によってちょっと入れないんですけども、以前はもう普通に入れたりとかして、別にあの中も見学できてましたけども、もうそれはできませんね。老朽化したから入れないっていうのはただ単に嘘で、本当は何かあったからあの老朽化っていう口実を使って入れなくしたのかなと思ってたんですけども、結構屋根の方がボロボロになってますね。もう確実に老朽化ですね。こんな感じで屋根がボロボロです。これ直さないんですか？直すと結構な額するから、もう放置なのかな、ね、もったいないですよね。なるべくこういうのは定期的に修繕してほしいものですね。ちょっと降りてみましょうかね。もう雨が降ってとんでもないことになってますけども、こちらの老朽化により立ち入りはご遠慮くださいって書いてありますね。まあ、先ほども話したんですけども、以前ここで首吊り自殺があったんですけども、ここら辺でしたんでしょうね、これね、首吊り自殺なんてね、なんかできるようなとこもないですもんね。でちなみにさっきからのピントがちょっと甘いのはちょっとね訳がありましてね、なぜかと言いますと、よく使っているレンズを壊してしまいましてね、それが使えなくなってシグマのレンズを使ってるんですね。でシグマのレンズっていうのはオートフォーカスにするともうガチ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 音が鳴ってしょっとね、これ使えないなっていう感じなんで、ちょっと今はマニュアルフォーカスでピントを合わせつつこう撮ってるんですけども、非常に不便ですね。でさらに雨が降ってまして、カメラにちょっとタオルを巻きながら撮影してるんで、さらに操作が悪いと。ちょっと微妙にピントとかずれてるんですけども、その辺はご了承ください。でなんで今更言うんだっていう感じですけども、しかしここあまりにもネタがなさすぎます。本当に幽霊出んですかね。先ほども言いましたけども、心霊系のビデオ
によく使われてるんですけども、その度にあの違う幽霊なんですよね。なんか変な音したな。それよりももう雨に打たれて体が冷え冷えになって寒いです。とりわけここはあんまり、ね、話が膨らむようなところじゃないんで、そろそろ終わりたいと思います。あれちょいあれなんだあれいなくなっちゃった。今ちょっとなんか変なもん見えたんですけども、あらいなくなっちゃったよ。あ、またなんか動いた。なんか動くもんがあるんですよ。あれなんだろう。ちょっと怖いんで今日はもう帰ります。それじゃあ次の別の心霊スポットでお会いしましょう。